ポストフォトっていうようなものをとっくに体現して実践している。我々が見ている映像っていうものの裏の構造っていうものを逆手に取りながら自分の作品を撮るっていうようなことをいつもやってる。メディアが持ってる構造を批評的にそれ自体を作品化していくっていうかさ、それもすっごいスペクタクルにさ。こんにちは、後藤茂雄です。ハブ・ザ・フォーサイト・アバウト・アート、現代アートの講座です。お相手をしてくれるのは藤本瑠衣君です。現代アート研究者の方です。藤本瑠衣です、よろしくお願いします。はい、今日は難しいっすよ。ビニスビエンナーレの時にも参加してカナダ館で発表していたスタン・ダグラスっていう、はい、まあ写真とか映像とか音楽もやります、一筋縄ではいかないアーティストについて2人で喋りたいと思ってます。はい、バンクーバーっていうのは、バンクーバー派っていうのがあるぐらいで、ジェフ・ウォールとかダン・グラハムとかそういうような人たちもいるんですね。違う批評性っていうかな、うん、単純にコンセプトっていうのではないようなタイプの人たちっていうのがいるんですよね。スタン・ダグラスもそういう人で、メディアの矛盾みたいなものを早くからやるわけ。例えば、テレビジョン・スポッツっていう初期の作品なんだけど、こう、テレビ見てたら急にスタン・ダグラスの作品が、予告もなしにパッパッと出てきてしまうっていう、まあ介入ではね、まあ、いわゆるインターベンションっていう形でそういうこう批評性を出すみたいなこと。だからまあダン・グラハムがこう雑誌見てたら自分の作品いきなり入ってるみたいな、まあ似てるなと僕は思うんだよね。でも純然たる写真集では少ないんだよ。少ないんだけど、写真のノーベル賞と言われてるハッセルブラッド賞っていうのは、2016年だと思う。はい、もらってたりするっていうことだから、国際的には写真家としても非常に評価されてるから、ある意味では僕らがよく言ってる、まあ、ポストフォトっていうようなものをもうとっくに体現して実践しているジェフ・ウォールよりも先に行ってやってるっていうようなタイプの一人なんですよ。カナダ館の展示って面白かったよね。面白かったですね、写真の展示で、あの空撮写真。2011ノットイコール1848っていうやつなんだよね。はいはい、2つの年があって、まあ、それが似てるような感じだけどイコールではないっていうことをやっていて、だから1948年にまあ革命の年みたいな、世界中でそういう動きがあるみたいで、1911年もいろんな都市でそういう暴動なのか革命なのか判然としないようなレジストがあって、でそれをまあ再現するっていう。中心にあるのは、そのスカイっていう、まあ、テレビ局がその暴動を空撮した映像があるんだけど、それをスタン・ダグラスは自分で2時間分購入して、それを今度はもう一回エキストラとか CG とか使って再現して写真を撮ると。ああ、じゃあ、もともとテレビ局がヘリコプターかなんか撮った映像が元になってる。元になって、リイメージドっていう。キーワードで本人はまあ言ってるわけだよね。はい、再イメージ化っていうか、再イメージ化してるっていうことなんだよ。はい、まあ我々が見ている映像っていうものの裏の構造っていうものを逆手に取りながら自分の作品を撮るっていうふうなことをいつもやってると言ってもいい。だからお金がいつもかかってるからどうやってるのかなと思うんだけど、セントラルステーションを舞台にしたアメリカの物語みたいなものをコミッションワークで頼まれた時、その時もハリウッドは建物とかなんて街とか全部作るわけじゃん、はい、それを、うん、でそれは、カナダで大体撮影してるんですごく安いんだろう土地が、うん、だから広大ななんかセットを作る場所があってさ、うん、セットを撮影したシリーズもあるんだよ、スタン・ダグラスのシリーズで。映像が作られている舞台裏を批評的に暴露するっていうようなことっていうのは、まあ、基本的な姿勢なんだと思うんだよね。それはこれはなかなかね面白いですよ。ハリウッドの映画のやり方で自分の写真作品とか映像作品を撮ってるみたいな感じなんですね。だからあれじゃん、カナダ館に行っている人たちはスタン・ダグラスの写真見て本物の報道写真なのかというふうに思って誤解して帰った人はたくさんいると思うんだよね、うん、あの車とかが炎上したりとか、そのプロテストのすごいよね、うん、きっちり収まってました。全部エキストラ入れて作ってるわけだよね、うん、あの写真っていうのは、うんうん、なかなか面白かったな。本当に映画のスチールみたいな感じなんですね。2011ノットイコール1848なんだけどさ、はい、僕はそれやっぱり最初見た時にやっぱりスーザン・ソンタグのさ、はい、火山に恋してっていう小説のことを思い出したんだよね、
カプードの回でもその火山のことで火山に恋して、すいません2回目でございますけどカプードの時話したかもしれないけどさ、うん、まあベンヤミン的だけどさ、うん、未来のことって過去を調べていくとよくわかるみたいなさ、うん、そういう歴史観かもしれないね。ソンタグもあマルキドサドのさ、やっぱジュスティーヌのあの小説をベースにして方にこうして作ってるからさ、はい、歴史を繰り返すとか、 なんか未来を予言する作品っていうもの構造っていうのはそういうのになっていいんじゃないかな。スタンダーグラスもそうかなみたいな感じする。結局ソンタグもあのスタンダーグラスもこうどこから引用してくるのかっていうようなそのセンスの問題っていうのが大きく発生してきてると思うんですけど、そういう感覚っていうのはやっぱ似てるんですか、うんうん、反乱とかだろうな、革命とかってやっぱり、まあ歴史がだからブレイクスルーする時っていうかな、覆る瞬間っていうものがやっぱり歴史の本質なんじゃないかなと思ってんじゃないかな、うん、歴史の転換点みたいなところに焦点を当てて、その過去に起きた歴史の転換点、うん、だからあのダグラスの場合は暴動だし、ソンタグの場合はその火山の噴火みたいな、そうだと思う。例えば歴史はリニアだっていうすぐ思うじゃん、うん、時間は単線的にさ動いてるっていうのを思ってるわけじゃないんだよ、うん、でも実際はそうじゃないんだよっていうようなことがなんか暴露される瞬間っていうのがあるじゃん、うん、そういうもんなんだっていう感覚じゃないのかな、うんうん、それはだからそれまで見えてこなかったものがこうあらわになる瞬間、暴露される瞬間っていうことに着目して、しかもそれをなおかつダグラスの場合はそのマスメディアっていう、うんうん、その覆い隠す人々の手法、手つきっていうのを使いながら、そう逆に暴露していくっていう。難しいですね。だからすごい難しいし、上級者編だと思うんだけど、一番コンテンポラリーなアーティストなんじゃないかなと思う、サンダーグラスっていうのは。だから、ポストフォトとかっていうふうに言うとさ、写真の実験やってるみたいに思うかもしれないけど、メディアが持ってる構造を批評的に、それ自体を作品化していくっていうかさ、それもすっごいスペクタクルにさ、うん、めちゃめちゃスペクタクルに、すごいお金と手間を使ってさ、うん、そのイメージリイメージとしていく、そのリイメージっていうのはこれから起こることを想定して作ってるんだと思うんだよね、うん、ベンヤミン的だと思うんだよそこが、うん、そういうね重要な作家なんだなと。2会場でやっててさ、うん、なベニスビエンナーレの会場じゃないところ塩の倉庫っていうところでもやってたわけ、はい、その ISDN っていう情報を圧縮して伝える形式っていうタイトルがついてるんだよ。離れたところの2つのチームが、まあ、ラップし合うっていうものを作品すると、はい、だからその塩の倉庫のところにはスクリーンが左右にあって、うん、中継しながら作品を録画していくっていうような形の作品をしていて、ソーシャルネットワーク的な世界っていうのをこれまた作品化するみたいなことをすごいやって、まあだからその時にやっぱりあるのは彼があの他の作品でもやってるんだけど、音楽っていうのはその批評性を今度は自由っていう度合いを上げて作ってるような気がする。批評するっていうよりもオープンにプレイして、もっとプレイしていくって感じかな。プレイって言っていいような気がするな。だからカナダ館はすごいなんかクリティカルにすごいやってたんだけど、塩の倉庫の方は今度はレジストしている人たちっていう言い方おかしいかもしれないけど、そういう人たちがもっと自由に世界中ネットワークしていくみたいな、もっとユートピックな感覚っていうので作品を作ってたような気がするな。その中でダグラスの役割はその人たちをつなげるハブみたいな感じ、ね、そうだね、うん、だそれがアーティストのまあできることなんだと思ってるんじゃないかな。更新されてるっていうか、更新されてんねや。やっぱ SNS 時代においてはこういうことでしょっていう、そう、あのさっきはそのマスメディアの時代っていう一つ前のメディアの時代だ。 ISDN っていうその情報の送信システムっていうのは最近もうちょっと使われなくなってて、まあカセットデッキとかさ、はい、CD みたいな感じなんだよね、うん、データが。でもそういうよう なメディアをたった今のそういうこう SNS とかそういうものを使うんじゃなくてさ、はい、いやインスタグラムで配信するんじゃなくて、ちょっと前のメディアテクノロジーを使うっていうところはちょっと工夫してるんじゃないかなって感じがするね。あ、メディア批評というしてるところはあると思うね。過去の参照点としてのそういう、そうだね、難しいですね。これは避けて通れないアジトだと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。